青鬼塾東京校塾長の古川敏夫です。青鬼塾東京校公式サイトの関東絵には大きなフォントで生涯俳優宣言と記されています。この文言の意味するところは生涯現役として時代の青煮プロダクションを背負って立つような俳優になると宣言してしまうこと。そして宣言してしまった以上、その目標に向かって愚直なまでに邁進するしかない。 という固い意志を表しています。そして、そんな固い意志を貫き、卒塾後、青鬼プロダクションで活躍している先輩方は数多く存在します。1982年の青鬼塾創設以来、今や450人を超える青鬼プロダクション所属タレントの実に6割強が青鬼塾の就寝者となっています。 未経験者が青鬼塾に入るのは難しいとの先入観をお持ちの方もおられるようですが、青鬼塾は演技経験の有無は全く問いません。青鬼塾東京校の履修期間は1年間だけ。私を含め現役として仕事をしている講師陣が本気で直接指導に当たります。未来の青鬼プロダクションとなる俳優、そんな人と出会いたいと願っています。